ニコン S3 の紹介です。ニコン S3、1958年発売です。ニコン SP の1年後ということですね。で、実はこちらの後から出ますけども、開発番号はこちらが先らしくて、なぜこちらが先に SP が出たかというと、複雑な方を先に作っておいて、完成させておいてから、もう少し簡略したものを出す方がいいだろうということで、こういう順番になったようです。で、ニコン、S3 は、まあ、言ってみればこのニコン S2 の後継機種で、いくつかこの SP の便利なこの一軸不回転シャッターダイヤルを引き継いだり、セルフタイマーを出せたり、いうことをしてますけども、ファインダーはこの SP の、非常に複雑なものを S2 に似たファインダーにしてますけども、特徴としましては、ニコン S2 は 50mm 専用ファインダーですけども、ニコン S3 は、50mm と、35mm と 105mm の3つの焦点距離に対応したファインダーですので、これ、35mm、3.5cm のレンズですけども、35mm を使うには非常に使いやすいボディですね。ニコン SP も、35mm とか 28mm に対応してますけども、それはこちらの小さい、広角専用ファインダーになってますので、35mm レンズの場合とか 28mm レンズの場合は、距離計でピント合わせとフレーミングを目を少し横にずらす必要があるんですね。それに対してニコン S3 は 35mm だったら、目を移し替えなくても、覗きながら距離合わせとフレーミングできるので、そういう意味で非常に人気のあったモデルです。で、このモデル、黒い色してますけども、通常、シルバーがほとんどなんですけども、時々、SP とか S2 も黒がありますけど、これはですね、後から再生産された、いわゆるオリンピックと言われているモデルですね。実際にオリンピックと関連があったかどうかは別にしてですね、後から再生産されたモデルです。通常機のニコン S3 はですね、マークは布なんですけども、この、後に作られた、この、オリンピックモデルと言われているものはですね、この膜がこの SP で紹介したと同じようにチタン膜になってますので、まあ非常に太陽にさらしてもですね、穴が開きにくいということで、安心できるシャッターがついています。で、ちなみにニコン S3 っていうのは非常に何度も作り直されてるカメラでして、この再生産型のこのタイプ以外に、2000年とかその後の復刻版が何度か出ました。ですけども、2000年以降に出た S3 とか SP の復刻版はすべて膜が布ですね。チタン膜は、この SP の3分の1ぐらいと、この S3 の、オリンピックぐらいしかないので、チタン膜を探される方は、どちらかになるのかなと思います。で、このニコン S3、使い方はですね、SP とほとんど変わりません。ただし、まあ、ここにあるファインダーの、切り替えがないということと、まあ、ぐらいですかね。あとは、ま、このファインダーが、この S2 よりも、少し、大きくなっててですね、フレームがここに3種類あるというぐらいですね。フレームはすべて、3つの焦点距離の分が全部出っ放しなので、切り替える必要がありません。逆に言うと混乱しないように使う必要があるという感じですね。で、まあ、レンズの取り外しも同じで、ここを持ってこう外すという風にしてもらえれば OK ですし、このもちろん 50mm レンズもそのまま使えます。まあ、フィルムの装填も全く同じですね。これ裏蓋こう外してもらって、つけてもらえればできますので、レンズ、フィルムの装填に関しては S2 とか SP の動画を見てください。じゃあニコン S3 の紹介を終わります。